お肌に優しいスキンケアやコスメが大好きです。この動画では最近使い切ったアイテムを全部で26品がっつりレビューしていきたいと思います。お買い物の参考になったら嬉しいです。うさくま、うさくま、うさくま。洗顔系アイテムを全部で9品使い切りました。中でも一押しはこちら。インククレンジングバームシトラスを使い切りました。いろいろなクレンジングバームを使い切ったのですが、個人的に一番使用感が好きでした。お肌にのせてなじませると生チョコのようにトロンと溶けてくれます。1個1000円と他のクレンジングバームと比べてもかなり安いのに、無添加で肌に優しい使用感なのが嬉しいです。使い切った他のクレンジングバームと比べてもダマもできにくくて良かったです。今から他のクレンジングバームもご紹介するので、溶け具合を参考にしていただけると嬉しいです。ロゼット夢見るバーム、赤泥リンクルモイスチャーも使い切りました。乾燥小じわを目立たなくする一品5役のクレンジングバームです。クレイ成分を配合していて、古い角質や汚れをかき取ってオフしてくれます。真っ赤で珍しい色のクレンジングバームです。夢見るバームは SNS で話題になっていて気になったので買ってみましたが、個人的にはリピなしです。見ていただくと分かる通り、ダマが残ってメイクをなじませるのに時間がすごくかかります。メイク落ちも他のバームと比べても大きな違いはなく、値段も1930円と高いです。期待していただけに少し残念なアイテムでした。続いてティルティルリシカバイオクレンジングバームも使い切りました。ツボクサエキスなどのシカ成分や米ぬかオイルを配合したクレンジングバームです。バームはいろいろなものを使っているので、どうしても評価が厳しくなってしまうのですが、こちらもリピなしです。理由としては値段が高いということと、肌に伸ばして洗い流す時にしっとりしてくれるのはいいのですが、ぬるぬるが残って洗い上がりがさっぱりしないのが少し苦手でした。ただバームというよりオイルでメイクを落としているような感覚があり、肌への刺激感が少なくメイクを落とせるのは良かったです。続いてネイチャーリパブリッククレンジングバームブルーカモミールも使い切りました。敏感肌向けのマイルドな使用感のクレンジングバームです。フランス産カモミールカエキスとカミツレカエキスを配合しています。配合している成分の量がかなり少ないなと思ったことと、ダマが残りやすい使用感がいまいちだなと思ったこと、そして容器が底上げされていて見た目より中身が全然入っていなかったのが残念でリピなしです。同じクレンジングバームでも使用感がそれぞれ違っているのが面白かったです。他にもたくさん洗顔料を使い切ったのでご紹介します。 VT シカマイルドフォームクレンザーをやっと使い切りました。こちらは 300ml とたっぷり入っているのでなかなかなくならなくて、使い切るのに1年以上かかりました。コスパが良くて使用感もいいのでおすすめ度は高いです。ツボクサエキスや三重ヒアルロン酸、プロポリスエキスなどを配合していて、肌荒れを防いで揺らぎ肌を整えてくれます。びっくりするくらいなくならないので、顔だけでなく体を洗う時に使うのもおすすめです。泡立てるとふわふわもっちりしてきめ細やかでマイルドな泡を作ることができます。濃密で生クリームみたいな泡がとても気持ちいいです。他の洗顔も使いたいなと思うのと、よく福袋にも入っているのであえてリピ買いはしませんが、大容量で肌に優しく使えてコスパがいい洗顔を教えてほしいと言われたら、間違いなくこちらをおすすめします。続いてドクターエルシアアミノジェントルバブルクレンザーを使い切りました。これまでに何度も紹介して何個もリピしている洗顔です。普段の泡はもっとふわふわなのですが、使い切る前の最後の泡はこんな感じです。どんなに忙しい朝でもち
ゃんと泡洗顔できるところが気に入っています。使い切ったので新しいものを開けてリピして使っています。たまにドクターエルシアの福袋にも入っているのでゲットしたらぜひ使ってみてほしいなと思います。続いてルルルンクレンジングマイルドジェルも使い切りました。ルルルンの福袋に入っていてお気に入りでよく使っていました。もっちりした高弾力のジェルタイプのクレンジングジェルです。テクスチャーに厚みがあって肌をいたわりながら優しくメイクを落とすことができます。トロトロ柔らかくて気持ちのいい使用感でメイクもしっかり落としやすかったです。リピしてもいいなと思うくらい気に入りましたが使い切りたいクレンジングがたくさんあるので今回リピはしませんでした。ジェルタイプのクレンジングをお探しの方にはおすすめです。続いてファンケルマイルドクレンジングオイルも使い切りました。去年のベストスキンケアに選んだくらい大好きなアイテムです。熟成ホップエキスが角栓をふやかしてすっきり落としてくれます。とりあえずこれを使えば間違いないと思っているクレンジングオイルです。こちらはもう1本リピートしました。ファンケルの公式ショップは9店にもあるのでぜひ覗いてみてもらえたら嬉しいです。続いてビューティークロピュアアプリコットシードディープクレンジングオイルも使い切りました。こちらはお仕事でいただいたアイテムだったのですが使い心地が良くて気に入って使っていました。皮膚を柔らかくする杏仁オイルを 80%、 しっとり肌へ導くホホバオイルなどを配合しています。濃密なオイルが肌にスッととろける感じが気持ちよくて良かったです。お肌に優しいクレンジングオイルをお探しの方にはこちらもおすすめです。続いて化粧水や美容液を全部で6品使い切りました。中でも一押しはこちらです。ダルバダブルレイヤーリバイタライジングセラムを使い切りました。一見高いですがメガ割りだと3360円で購入できます。肌にツヤを与えるグローオイル層と保湿と弾力を与える弾力セラムの2層からなる美容液です。ひまわり種子油やアボカドオイル、ホワイトトリュフエキスなどを配合しています。肌が乾燥している時にこの美容液を使うと肌がもっちりしてくれる大好きなアイテムです。個人的には乾燥肌さんに激推ししたいです。愛用していて使い切ったのでもちろんリピートしています。続いてトリデンダイブインセラムを使い切りました。こちらもすごく大好きな美容液で使い切ったのでリピ予定です。5種類の高中低分子ヒアルロン酸が肌に潤いを与えてくれます。3秒セラムと言われているだけあって肌にスッと馴染むサラサラのテクスチャーです。ベタつき感がなくて他の化粧水、美容液、クリームの邪魔をしないところが気に入っています。私も気に入って使っていたのですが特にパートナーがお気に入りです。使う人を選ばない使用感もすごくいいなと思いました。使い勝手がいいので気になっている方はぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。続いてラネージュラディアンシービタミンスポットアンプルも使い切りました。ピュアビタミン C 17.6%、 ビタミン C 誘導体ナイアシンアミドを配合したトーンアップ美容液です。ビタミンが入っている美容液は肌に合わないことが多いのですがこれはピリつくこともなく使っている間肌の調子が良かったです。アイオペのビタミン C23 が気になったので一旦リピはしませんがアイオペが肌に合わなかったらもう一度買いたいなと思っています。続いてダルババイタルスプレーセラムも使い切りました。優しくさっぱり鎮静保湿してくれるスプレータイプの美容液です。何回も使い切っている大好きなダルバの美容液です。紫のエキスやローズヒップ油、桜エキスなどを配合しています。こちらはもう当たり前にリピする鎮静セラムです。
最近はプラザでも販売していて手軽に買えるようになっているのが嬉しいなと思います。続いてワンシング瓦よもぎエキスを使い切りました。ワンシングのモデリングパックをワンシングのエキスで作るというのにハマって、それで使い切りました。瓦よもぎエキスは薬草の香りがかなりしっかりします。冷蔵庫で冷やして肌鎮静をしたいときにコットンパックをするのもおすすめです。今はいろいろなメーカーが出していますが、元祖原液エキスといえばワンシングだなと思います。ワンシングは他のエキスも持っていて使い切りたいなと思っているので、今回はリピなし予定です。続いてエリシャコイ昆布茶ギョルバイオムミストも使い切りました。こちらは肌に鎮静水分保湿を与えたい人のための保湿ミストです。紅茶にスコビーという酵母菌を入れて発酵させた昆布茶は解毒作用と抗酸化作用に優れていると言われています。ミストタイプで手軽に使いやすくてすぐ使い切ってしまいましたが、1本使い切って使った日に肌に何か変化があったかなと思い返したのですが、特に思い当たることがありませんでした。気軽に使いやすくはありますが、リピ買いするほどおすすめではありません。ベタつき感なくさっぱり使えるのは良かったです。拭き取りパッドは3品使い切りました。中でも一押しはこちらです。グーダル毒ダミトナーパッドを使い切りました。敏感肌用の肌に優しい弱酸性でガーゼ状の拭き取りパッドです。網目が細かくて肌の皮脂や汚れを拭き取ることができます。拭き取りパッドはいろいろな種類がありますが、私はこのガーゼ状のパッドのタイプが好きです。網目が細かいので肌に付着している細かいラメをきれいに落とすことができます。ラメが好きでよく使うのですが、肌に残ると良くないなと思うので、私はこうやってしっかり落とすようにしています。続いて VT シカマイルドトナーパッドを使い切りました。累積販売34万個を突破している定番の拭き取りパッドです。詰め替え用は1119円で販売しています。ツボクサエキスや三重ヒアルロン酸、プロポリスエキスなどを配合していて、ソフトタイプで柔らかいデコボコタイプの拭き取りパッドです。こちらは可もなく不可もなく使いやすいなと思います。パッド1枚にこんなにたっぷりの美容液が含まれています。さっぱりした使用感で肌のベタつきをすっきり拭き取ることができるので、朝洗顔の代わりにおすすめです。続いてグーダルビタシートナーパッドを使い切りました。こちらはタンジェリンビタミン C トナーを1本丸ごと入れたビタミン供給角質ケアのパッドです。開封してから結構時間が経ってしまっているので、最後の方はパッドが乾燥してしまいました。開封したら早めに使い切るのがおすすめです。ビタミン系でデコボコしたトナーパッドをお探しの方にいいかなと思います。続いてヘアケアは3種類使い切りました。中でも一押しはこちらです。ヒーリングバードウルトラプロテインヘアトリートメントを2個使い切りました。甘くて濃厚なバニラの香りがするトリートメントです。スイートアーモンドオイルやココナッツオイルを配合していて、カサカサした髪に栄養を与えてくれてしっとりした仕上がりになります。甘い香りが結構強いので人によっては苦手な人もいるかもしれないですが、逆に甘い香りが好きな人にとってはかなりおすすめのトリートメントです。私も好きですが、特にパートナーの方が気に入ってリピしていました。しっとりしたヘアケアをお探しの方におすすめです。続いてグラフェンヒノキシャンプーを使い切りました。こちらはヒノキ水やヒノキ油を配合したシャンプーです。ヘアケアの福袋を買った時に入っていて使い切ったアイテムで、いい温泉に置いてあるシャンプーの香りがするのが良かったです。またリピしたいかというとそこまでではないシャンプーでしたが、福袋でゲットするのはお得なので良かったです。続いてディープレイヤー H を使い切りました。
ちらは行きつけの美容室に10回通ったらいただけたトリートメントです。3日から1週間おきに使うホームケアのアイテムです。こちらを使うとお家でも美容室に行ったようなサラサラヘアに仕上がります。香りも使い心地もすごく良くて、お家でできるサロン並みのヘアケアをお探しの方におすすめです。その他いろいろなアイテムを4種類使い切りました。おすすめのアイテムばかりです。ドクタージャルトシカピアクリームを使い切りました。ダメージを受けた肌のケアに有効的な高濃縮つぼくさ成分を配合しているこってりした濃厚なシカクリームです。シカクリームはいろいろ持っているのですが、その中でも濃厚で濃いなと思います。肌が乾燥して調子が悪いなという時に使うのがおすすめです。重たいテクスチャーなので個人的には秋冬に使いたくなるクリームです。しっとりしたシカクリームをお探しの方におすすめです。続いてボナベラ T3 プリファイングマスクを使い切りました。こちらは大好きな洗い流すパックです。 T3 ハイキスをなんと10万 ppm も配合していて、また角質ケアと肌の鎮静に効果があるドクダミがたっぷり入っています。肌荒れしていて肌の調子が悪い時に使うと肌の調子が底上げされる感じがします。大好きな洗い流すパックで使い切ってしまったので新しいものを開封しました。肌鎮静効果のあるアイテムをお探しの方におすすめです。続いてオンパチャチャ歯磨き粉を2種類使い切りました。同じメーカーのアイテムでも全然使用感が違いました。緑とピンクだとピンクの方が私は好きでした。ピンクは爽やかなミントの香りで口の中がすっきりする歯磨き粉です。口臭除去をしたい時の歯磨き粉といえばこれと気に入って使っているアイテムです。グリーンも使い切りましたが、こちらは正直おすすめはしないです。茶葉エキスや緑茶パウダーを配合した歯磨き粉で、使うと口の中に緑茶の味が広がるのですが、それが全然美味しくないです。頑張って使ったのですが、正直リピはないかなと思います。チャチャ歯磨き粉はピンクか黒がおすすめです。続いてセザンヌ超細芯アイブロウ02を使い切りました。こちらは眉毛の一本一本を描きやすい激細アイブロウです。私はオリーブブラウンという色を購入しました。プチプラですがすごく使いやすいなと思います。注意点としては芯がすごく細いので繰り出しすぎるとポキポキ折れてしまいます。繊細な線が描きやすいアイブロウをお探しの方におすすめです。使っている人も多いのかなと思う定番のアイブロウです。本気の使い切りアイテムいかがでしたか？使っている商品はリップスでも紹介しているので、よかったら覗いてみてもらえたら嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。